では、ブリーフィングを開始します。本オーダーはホライゾンからの依頼となります。ホライゾンの支配領域にイモータルを中心とした適正 AI 軍が集結しつつあり、当該領域が占拠される状況に陥っています。これらイモータルと適正 AI 軍を排除し、ホライゾンによる領域の実効支配を奪回することが本オーダーの目的となります。ホライゾンより工作活動に必要な兵装が支給されます。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。
いつもの駆除とどう違うのかしら。領域の中心部にアーセナルタイプのイモータルが数機確認されています。これらの機体が適正 AI 群を指揮しているようです。アーセナルタイプなら今まで数えきれないほど撃ち落としてきただろう。今さら注意が必要とも思えないな。なあルーキー。イモータルはスカイユニオンの最新型アーセナルを露獲し、これを運用していることが確認されています。あなた方アウターが登場したケースほどの稼働効率には至りませんが、これまでのアーセナルタイプの機体と比較して十分な脅威であると言えます。それってスカイユニオンの失態ではなくて？その通りですが、各ネーションの支配領域に対するイモータルの侵攻により生産施設が奪われた結果、兵装や機体が露獲されているのはスカイユニオンに限りません。敵に機体を奪われてるのはどこもお互い様ってわけか。ま、最新型だからって腰が引ける理由にはならないな。僕と兄貴のアーセナルは父さんと母さんから受け継いだスペシャリティなんだ。オーダー下における敵のアーセナルタイプのデータ収集は制限されるの？スカイユニオンが渋りそうだけど。一切の制限を受けません。機体が露獲された時点でスカイユニオンが機体に関する情報を制限する権利は失われています。スカイユニオンの最新兵器のデータ、セイビアが喜びそうな話だわ。あんたのところの王子様はアーセナルの設計もやるんだったな。金持ちでハンサム、その上天才とはね。あら、あなたにもセービアがどれほど素晴らしい人物なのかようやく理解できたみたいね。いい傾向よ。嫌味が通じないのは一族共通かよ。やってられないな。敵が最新型かどうかなんて知ったことじゃない。イモータルは破壊する。僕たちスティールナイトが戦う理由はそれだけで十分だ。下船は下船なりに頑張りなさいな。では失礼するわ。正直お前が参加してくれるのは心強いよ。それじゃ戦場で会おう。フェムト粒子の分布はほぼ皆無。レーダーに影響はありません。各機のデータリンク開始。正体の通信回線を開きます。フォー、状況を教えてくれ。ホライゾンから提供された広域探査のデータを統合します。作戦領域のほぼ中央に位置する丘陵地帯に、アーセナルタイプの敵機体を確認。数は3機。その周囲に無数の汚染された AI が集積しています。また随分と集まったもんだね。こりゃ骨が折れそうだ。害虫はいくら数が集めたただ害虫だ。それに的は多い方が楽しめるというか。識別信号を武装している機体の目的が推測できました。報告なさい。適正 AI 群の破壊です。オーダー開始時に観測した適正 AI の数と現在残存している点、そして我々が破壊した機体の数の計算が合いません。敵が同士打ちしてるってのか。みんなバカな。私が識別信号を偽装している機体がイモータルだといった記録はありません。おい、じゃあイモータルの中に人間傭兵が潜り込んでいて
内側から敵を破壊してるってことだ。何のためにそんなことをするんですか。ですが、当該機体の武装が我々へ向けたものではなく、イモータルに対するものだと考えるのが妥当です。このバカ野郎と通信をつなげ。呼びかけに応えません。何が何だかさっぱりだ。ルーキー、例の武装野郎をどうする。そっちもよろしくね。私はセーブリンのためのデータ収集を続ける。汚染された AI およびイモータルの殲滅を完了しました。オーダーの達成を確認しました。ふう、終わったな。それにしてもあの偽装してた機体は何だったんだ。広域回線で呼びかけがあります。回線を開きます。邪魔しないでくれてありがとう。パンツァークラウンのお嬢ちゃんだったのか。攻撃しなかったのはルーキーの判断だ。礼ならあいつに言うんだな。そうなんだ。あの、私忘れないから。それにしたってこんなところで一体何をしてたんだ。ごめんなさい、それは言えないの。オービタルを通していないどこかのネーションからの極秘オーダーということね。どこかのネーションってどこなんだ。あの、言えないの。まあスカイユニオンしか考えられないけれど、露獲された機体のデータを隠蔽するために私たちより先に破壊してしまおうというところでしょ。あの言えないんだってば。そういうの困るんだけど。クレームを入れたところでスカイユニオンはしらばっくれるだろうしな。安心しなよお嬢ちゃん、僕たちは何も知らないし、ここでは何もなかった。ルーキーもネメシスもそれでいいな。
どうだっていいわ。あなたのおかげで機体のデータもあまり取れなかったし、もうここにいる理由もない。フォー、帰還します。帰還シーケンスを展開します。お嬢ちゃん、自分で帰れるか。うん、大丈夫。よし、じゃあ僕たちも帰還しよう。帰還シーケンスを実行する。了解しました。各機、展開された手順に従って帰還します。ルーキーさん、あの、またね。
では、ブリーフィングを開始します。本オーダーは、前からの依頼となります。重要物資を積載した輸送機の進行ルート上に、すでにイモータルに占拠されている海洋プラントがあります。この海域を通過する間、輸送機を防衛するのが本オーダーの目的となります。もしも任務成功が叶わない場合には、輸送機を撃墜してください。任務開始時刻までに準備を完了し、出撃に備えてください。それほど重要なものを乗せて、なぜわざわざ敵に占拠されたエリアを横切るようなルートを取る？このルートが一番安全だと判断されたからです。一番安全なルートでこれなのかよ。重要物資って一体何を運んでるんだ？機密情報です。開示できません。少しは頭を使ったらどうだ。積みの中身はフェムト物資以外ありえないだろう。おそらくはオーバルの中心部から採取されたサンプルだ。テラーズのご老体もそれに興味があるのではないかね。その饒舌さは感心できんだ。テラーズはオーダーを受ける。面白い。やはりテラーズ、いやグリーフが興味を持つほどのものということか。詮索好きの不良の輩に光が与えられることはないだろう。ますます面白い。お前たちが何のゲームをしているのかぜひ知りたい。私もコールするとしよう。バレットワークスは降りる。オーダー内容が危険すぎるという判断だ。ルキ、お前もよく考えろよ。作戦区域に到達しました。フェムト粒子の分布は高濃度。各センサーによるレーダー補正を行います。各機のデータリンク開始。小隊の通信回線を開きます。敵の数が多いな。楽しいゲームになりそうだ。動くな。なるほど、複製可能な AI ならではの作戦じゃないか。まだ動けるかね、ご老体。集中しろ。
まだ魚の餌にはなりたくあるまい。気をつけてください。オーガルの海は月の落下時に大量のフェムト物質の影響を受け、フェムトエネルギーを吸収する性質を持ったため、水中ではアースナルの水力が減衰するせいで離脱できません。海底まで沈降した後、救難ビーコンを発しながら救助を待つことになります。その場合でも緊急用の酸素は8時間持ちますし、安全上問題はありません。救助を待つ間、お好みの音楽を流すこともできますよ。 AI にしては面白いジョーク。弟に見習わせたいものだな。何、ご知性しなければ問題ない。敵の戦術が分かれば軌道の予測ができる。輸送機の進行ルートの確認を怠った。取り憑かれる前に撃ち落とす。では始める。輸送機が墜落する前に積み荷を奪って逃げるのもいい。そのような行動は許可されません。また、積載されているコンテナはアーセナルでは運搬不可能なサイズ。では、フォー、機関シーケンスを展開してくれ。了解しました。機関シーケンスを展開します。諦めてオーダーを破棄するのか。チェックメイト、この答え手詰まりというやつだ。シーケンスを実行しますか。帰還しよう。帰還シーケンスを実行。各機手順に従って作戦領域を離脱、帰還します。